はい、今日はジムの内装というか、あのコンクリートの下の部分を少し黒く塗っていきます。で、その鉄骨も黒く。で、あとはこっちの木の部分も白くしていきます。はい。ホームセンターに行っていろいろペンキとか買ってきたんで、これでいろいろ塗っていきたいと思います。まず、多分ここの下からやると思います。下をまずシーラーで下塗りしてから黒くしていきます。コンクリートの下の部分を塗っていきます。黒くしていきます。で、この鉄骨の部分もちょっと茶色っぽい小豆色みたいな色してるので、これも黒く塗っていきます。で、今日は多分終わんないと思うんですけど、この、まあ、木の部分も白くしていきます。はい、じゃあやっていきます。だいぶコンクリートが綺麗になったんで、今からちょっとコンクリート以外に塗装がつかないようにマスキングペーパーで養生って言って、あの塗装がつかないようにしていきます。で、これ型マスキングが終わったので、次シーラーを塗っていきます。下地を塗っていきます。で、本当はここもマスキングした方がいいんですが、どうせこっちも黒く塗るので、もう今回はマスキングせずに下だけマスキングをして塗っていきます。1回目塗り終わりました。もう一回乾かしてからもう一回塗ります。今この下地乾かしてる途中なんですけど、ここの柱もちょっと黒くしようと思うので、とりあえずちょっと塗ってみます。はい、黒く塗りました。本当はこの下のコンクリートを黒く塗る予定だったんですけど、まあ、今日はちょっともう、この柱を黒く塗ちょっと塗ろうと思ってたら、結構もう12時ぐらいまでなっちゃったので、また明日下のコンクリートをやります。で、結構この柱を黒くしたらいい感じになりました。元色がこの隣のなんか小豆色みたいな感じだったんですけど、黒くしたらすごくかっこよくなりました。めっちゃいい感じになりました。もうこれ細かいところをまた後でやって、で、このコンクリートの部分を黒くしていきます。
で、それが終わったらまた次あの木のところを白にしていきます。2日目です。で、今日はこのコンクリートの下のところを黒く塗っていきます。はい。でも昨日シーラーで下地は塗ってるので、今日はペンキで黒くしていきます。はい、それでは開始します。で、ここのコンクリートはもう2回塗ってかなり綺麗になったので、次こっちの木の面を白くしていきます。はい。まずシーラーって言って、さっコンクリートと同じように下塗りをして、その次にまた色をペンキを塗っていきます。はい。
はい、シーラー2回塗って下塗りが終わったので次ペンキを塗っていきます。はい、もう夜なんですがこれから頑張って塗っていきます。今日はもう一回塗って終わりです。もう塗料がないので今日は終わります。結構時間かかったんですけどもう一回、塗ってここはもう終わりです。でこの上に多分ステンシルの、ステンシルを塗っていきたいと思います。はい、じゃあ今日はまた帰ります。だいぶ真っ白になりました。でここを黒にして鉄骨とコンクリートを黒にしました。かなり雰囲気変わっていい感じになりました。はい、よし。
です。